皆さんこんにちは、田淵久美子です。早稲田大学で古典文学を教えています。私が研究しているのは平安時代から鎌倉時代にかけての和歌文学、日記文学、物語文学などですが、最近は女房文学について興味を持っています。女房というのは宮廷に仕える女性たちなのですが、彼女たちが長い期間にわたって集団として個として世界でも稀な形の文学現象を形成しました。今日はそれについてお話ししたいと思います。女房というのは宮廷や貴族に仕える女性たちで、そういう女性は侍女とか召使いも含めてたくさんいるんですけれども、そのうちのごく上層の人たち、主君にそば近く仕える女性たちです。で、その主君というのは天皇や上皇といった男性の場合もありますし、あるいは天皇の妃中宮とか内親王といった、皇女、あるいは女院といった天皇家の女性たち、あるいはその上流貴族の妻や娘といった女性の場合も両方あるんですけれども、女房たちは男女両方に使えます。でその女房たちによって、古くから、その古今集以前の時代から、ずっと、近世から近代の初めくらいまで、もちろん濃淡がありますし、すごく隆盛した時代もあれば少し衰微した時代もあるんですけれども、時代的に言いますと大変長く、しかもジャンルが非常に広くて、和歌、物語、日記、随筆、いろいろなジャンルにわたってその女房たちによって文学が書かれているんですね。そういったものが女房文学になります。女性によるその3分の形態の物語、小説、そういったものっていうのは世界的に見ても源氏物語が突出して古いんですね。詩の方では、古代ギリシャから女性詩人はいたと言われていますし、その後もヨーロッパとか中国に散発的に出ています。しかしその女性によるその長編小説、源氏物語ができたのが、およそ1000年ぐらい、11世紀の初めぐらいなんですけれども、それは非常に世界の中でも何世紀も突出して古いもの。しかも同時に、同じ頃にできた枕の草子とともに、それは女房文学の中で大有名なものの2つですが、もう非常に成熟した姿をそこで見せていますね。その女房っていうのは一種こう集団でもあり個でもあるという側面があるので、女房というその職業集団の中で培われた美意識とか常識とか、その当時の文化潮流とかですね、そういったものがその日記物語の中にはすごく奥深く流れています。ですのでそれはその時代のその美意識潮流そのものを表すものとしての貴重な文化資料でもありますし、それから逆にその一人の個人として、一人の女房としてその宮廷にお仕えした、その人の内面のその語りっていうのが日記や物語には詰まってるわけなんですけれども、それを読むっていうことの意味、意義っていうのは非常にこう深くて重いと思いますね。一条天皇の後宮で、何人かの妃がいて、で
そのお妃たちが、まあ、天皇の寵愛を受けて、まあ、次の天皇になる皇子というのが使命なわけですけれども、そのためにこう家同士が具体的には中野関白道隆と、それから藤原道長と、その家などが、まあ、争って才能ある女房たちを集めてっていう、まあ、それが大きな通説。それから2つ目の通説の理由としては、ひらがなが、まあ、その女性たちによって使われるようになって洗練されたからっていう、まあ、それが通説としてはこれまでもずっと言われてきたことです。一番大きな理由というのは、おそらく中国や韓国と違って、日本の宮廷には宦官というものがいなかったからだと思います。で、宦官というのはもう紀元前からギリシャ、ペルシャ、インド、中国、韓国というふうにですね、世界的に非常にその宮廷の中で、広がりましたけれども、で特にその中国ではもうなんと2000年にわたって宮廷の中に宦官がいて、でその宦官たちっていうのはとても宮廷で大事な存在で、中国の皇帝の、まあ、世話をするというのは、そして宦官たちの役目なので、とても重要な存在だったわけなんですね。ところがその宦官が、日本にはいませんでした。輸入されなかったんですね。ですので、もともと日本では天皇、天皇というか、まあ、お気味ですね、その天皇が生まれて天皇家っていうのが成熟していった時に、そこに、古代的なその女官制度っていうのがずっとあって、女性たちの存在っていうのは古代から非常に重要だったんですけれども、それがまあ一部残る形で宮廷において女房たちは、まあ、宦官がいない代わりにということもあって、ずっとこう重要な役割を果たしていたっていうことが非常に大きいと思います。中国や韓国のその宮廷の研究によりますと、そこに女官たちもいるんですが、日本の女房たちのような自由さっていうのが、なくて、日本の女房たちっていうのはそれに比べると非常に自由度が高いんですね。別にその自分の実家に退出するのも自由、外出も自由ですし、それから何より男性たちとの間が閉じられていないんです。その金文字ですね、先ほどの金文字が、まあ、女でとも呼ばれますので、女性によるその文字、女性による文学っていうふうにも考えられがちなんですが、まあ、実はそうじゃなくて、男性も金文字を美しく書くっていうのが必須の教養になりますし、それによって人柄を判断されちゃう。女性もそうです。それから、まあ、それはその一種こう一種の美術的なそういう価値観によって高く評価されるっていうこともあるし、それ以上にですね、先ほどちょっと言いましたけれども、女房っていうのはやっぱ職掌として、その主君がいるその空間ですね、主君はそんなあちこちで歩いたりしませんから、その主君がいる空間と、それから水の外、あるいはまたその外とこう結ぶ役割をするわけです。媒介の媒介、仲介、まあ、通路って言いますか、そういうのが仕事なわけですけれども、そういう時に女房奉書というものを書くんですね。で、女房奉書というのは外から何かこう、まあ、天皇でも誰でもいいんですけれども、南親王でも何かこう問い合わせが来た時に、それについては主君は、主人はこういうふうにおっしゃっていますので、こういうふうにお願いしますっていうふうな命令の、それは主君がこういうふうに書きなさいと言って、まあ、書いて、でそれを外に
出すわけですけれども、まあ、そういった女房保証という形によって、まあ、ビジネスレターですよね。外にこう命令を発する。で、外はそれ仮名で書かれているのをもちろんちゃんと読んでビジネス文書として受け取って実行していくわけです。この仮名文字っていうのは、まあ、美術的に和歌の上で文化的にも重要だけれども、実際にそのビジネスの社会で仮名文字っていうのは男女ともに使える共通の文字、共通の言語だったんですね。で、それがその女房文学は仮名によって書かれているわけですけれども、それがまあ広く書かれて、そして広く読まれるようになったっていうことの、大きな理由ではないかなというふうに思います。女房というのは主君の、まあ、身の回りの世話をしたり、もう24時間体制で、それとか外との、まあ、取り次ぎをしたりというそういう役割があるんですが、それとは別にですね、その主君が、まあ、その幼いその女、あの少女女性の場合は、それを養育するというずっとその養育して結婚した後もそばにいるっていう場合が多いんですが、教育するというそういう重要な役目があります。まあ、乳母ともいるんですけれども、乳母だけではなくて、女房の方が教育の主たる役割を果たすことが多いんですね。そうしますと、物語というものが必要になります。なぜならその当時のその女性たちというのは、身分が高ければ高いほど、まあ、そういう姫君たち、幼い少女であっても、外に出るっていうことはもうめったにできません。お寺に物詣に行くくらいしか。そうしますと、まあ、その宮中のことも社会のことも、まあ、全く自分の目では見られないわけですね。それを教えるのが、まあ、物語というテキストであったと思われます。ですので、なぜ物語がこれほど大量にもの、女房たちによって書かれたかっていうと、まあ、それは自分たち自身の楽しみ、娯楽、文学上の、内的な必然性、そういうことももちろんあるんですけれども、そうでなければやっぱりできないから。だけども、より直接的な理由として、その自分たちが養育している若い姫君、あるいは若い女房のことも、そういう人たちに対してその教育的なテキストとして物語をたくさん書くっていう、そういうことがとても重要な役割だったと思います。「源氏物語」が、まあ、もはや今におけるあらゆる文学理論にも耐えうるような、非常にクオリティの高いもので世界中にも世界中で翻訳されていますね。で、人一人が読む時も、若い時に読む「源氏物語」と、年取ってから読む「源氏物語」ってまた相貌を変えていきます。そのくらい、まあ、厚みのあるものです。